こんにちは。世界一周しながら副業サポートをして暮らしています。輸出サポーター、堀秀夫です。今回、世界一豪華とも言われるイスタンブールのトルコ航空のラウンジに行ってきました、まあ。その写真とかね、感想をシェアしたいと思います。その前に、まあ、私はこう、世界を、えー、一周しながら、旅行しながら暮らしてサポートしてるんですけど、まあ、日本にいらっしゃる 方もね旅行好きな方、このマイルが付くカードで買い物をして、そして輸出をすると、買い物した商品を輸出するということをするとね、まあ、年に一回ビジネスクラスでどっかヨーロッパとかね、アメリカたり旅行に行くというようなマイルは余裕で貯まりますんで、どうせ副業するならそういうの面白いなというふうに興味があったらね、こちらにメールアドレスと、 お名前を記入して登録するボタンを押してください。日本人ならやらなきゃ損だというオーストラリアのアマゾン輸出のノウハウを配信しています。元いトルコ航空のラウンジのレポートです。すごいでかいです。トルコ航空の本拠地イスタンブル空港、すごい空港自体も大きいんですけど、その中のね、いい場所の免税店の上、 ブランド品の免税店の上、2階全部がラウンジという大きさ、5600平方メートル、最大利用人数765人と、大きさだけで言ったらね、多分世界一じゃないかなと思います。世界一豪華というかね、世界一でかいんじゃないかなというのがね、使った感想です。そしてラウンジ入ってね、一番最初に目についたのが、なんとラウンジの中に美術館があります。 ラウンジに美術館があるのは初めて見ましたね。えー、これはもう、なんか意味不明というか、なんというかね。まあ、えー、私以外見てる人いませんでしたけど、まあまあ、なかなか、あのー、面白かったというか意味不明ですね。えー、美術館がありました。そして、まあ、Wi-Fi、えー、使うのに必要な情報は、登場券を読み取って発見される。入っていくなんですけど、なぜ Wi-Fi に ね、w i f i 暗号化してないと暗号化してないでねログイン情報だけこの発見機で出してるんですけど、うん、なんか意味あるのかなと、ね、どうせなら暗号化してこの登場券を読み取ってね、えー、誰が変なとこにアクセスしてないかとかね、えー、変なことやってないかというのをチェックできるわけですから、まあ、暗号化すれば完璧なのにねこの何ていうんですかね、えー、仏作って魂入れるじゃないですけど。 ちょっとね、残念だなと思うとか他にもありました。まあもっといね、子供向け施設も充実。ポップコーン。やっぱ子供はポップコーン好きですからね。まあ、私が子供なのか、えー、なんかわかりませんけど、私が一番好きなスナックはポップコーンあるじゃんと。しかもこれ出来たてっぽいんでね、もうテンションマックスで食べたんですけど、湿けてました。で、すんごい従業員いっぱいいるんでね、なんでこの湿けたポップコーンをほっとく。 運営をしてるのかなというのが不思議だったんですけどまあまあね、えー、なかなか日本とかアメリカ並みにマニュアル作ったりねきめ細やかなサービスっていうのは他の国だと見込めざえっ、ー、と求めても無駄なんで、まあ、しょうがないかなとポップコーンあったけどしけてたと他にねこのなんか洞窟っぽいこういうとこ入るとなんかいい感じですよねこういうとことか子供が好きそうな、ね、飛行機の模型 中に入って遊べるやつですね。えっ、ー、と、ジブリの猫バスみたいな飛行機版みたいな感じですね。それからね、でかい、これなんだろうと思ったらね、な,なんと、レーシングカーをこう、ウィーンってね、走らせられる模型があって、鉄道模型、レーシング版みたいな感じですけど、これがかなりでかくてね、ちょっと遊んでみようかなと思ったんですけど、まあ、リモコンも見当たらないし、いいおっさんがこの車走らせて喜んでるのもなんかなと思って、まあ、 控えましたけど大人向けの遊具も充実。シミュレーションゴルフがあります、ねで。これね、空いてたんでね、よし、やろうと思って、食事したらやろうと思ってね、えー、食事してシャワーの予約してやりに行ったら、なんと誰か先を越されちゃったと、ね。空いてる時にやっときゃよかったと思いましたけど、まあ、元にゴルフのシミュレーションゴルフがあって、それからテレビゲーム、これがね、何台並んでたろう。8台。 8台ぐらいあるのかなで別な場所にもあるからもうテレビゲームこれすごいいっぱいありましたで器は多分すごい世界一だと思うんですけどねそのソフト運営とかねあと食べ物、えー、そういうものが、まあ、ちょっとこれこれは間違いなく世界一豪華って何かで見たんですけど豪華とも言われるって書いたのはね 今まで行ったラウンジの中で一番豪華だったのは、タイ国際高校のバンコクのファーストクラスのラウンジですね。マッサージはつくわ。食べ物は美味しいわ。で、待機するのがね、大、え、体、ー、いい80平米ぐらいのスペース専用で割り当てられますからね。まあ、あれは豪華でしたけど、まあ、それに比べると、まあ、ちょっとどうだったかなという感じですね。で、飲み物。やっぱりイスラム圏でしょうがないでしょうけどね。えー、多少種類はあるけど、ワインもアルコールも大したもんないです。 ただソフトドリンクはね、スーパーの売り場でもこんだけね、豪快に並べねえだろうってくらいもうすごいたくさん並んでてね、で、この、こういうコーナーが中にいくつあったかわかんないぐらいあっちこっちになるんでね、ソフトドリンクはすごい充実してますけど、まあアルコールはね、まあイスラム圏はしょうがないってとこなんでしょうね。で食べ物、ね。 すごいいっぱいね、えー、あるんですね、食べ物の作るコーナー、作って出すっていういいスタイルなんですけど、まあなんかね、食べ物の内容がチャチンですね、もっと肉とか、ね、魚とか出しやがれって感じなんですけど、なんかね、パンとかね、なんつうの、プリンチェルんなんかパンみたいなもんとね、トルコのお好み焼きみたいやつと、まあ、正直、 うん、美味しいっていう感じじゃなくて、食べた中で、食べた中でって大して食欲そそるようなもんなかったんで、あんま食べなかったですけど、スクランブルエッグはね、非常に美味しかったです。スクランブルエッグ作りは上手だなと。ね、なかなか、えー、いいホテルでも、えー、こんな美味しいスクランブル、いい加減のスクランブルエッグ作れないなってぐらい美味しかったんですけど、他はいまいち。だ多分ね、器がでかすぎて、それに見合った料理を用意すると、吐きロスがすごいんでね、 多分、原価の安い食事しか出してないと。で、人件費はきっと安いんでしょうね。人は無数にいましたねえ。でも食べ物の種類はあんまないと。で、器は豪華なんですけど、シャワーブースも豪華なんですけど、私が行った時はね、もう本当、ラウンジの様子はガラガラでしたね。なのに、シャワー浴びたいって言ったら1時間待ちだよって言われてね、こっちは時間あったし、どうしてもシャワー浴びたかったんじゃ待つって言って待ったんですけど、 まあ、はじめね、なんでこんなに空いてるのにあの、シャワー1時間待つのかなと思って、シャワーブース、あの2つしかないのかと思ったらね、そうじゃなくて、そのずっと奥にシャワーブースあって、結局10個あるらしいんですけど、まあ、700何十人入れるラウンジでねで、すごいスペース余って美術館まで作ってるわけですから、シャワーブース10機って、ちょっとね、バランス悪すぎないかいというふうに思いました。ただ、シャワーブース使ってしまえばね。 仲はいい感じバスロープもあったし、アメニティもバンバンあるしと。で圧巻はベッドのある個室。ホテルかって感じなんですけど、えー、個室があってね、これはずらーっと並んでて、だからね、まあ、ハードメンじゃ間違いなく世界一かなというふうに思いました。このラウンジ、個室、トルコ航空のビジネスクラスでトランジットタイム4時間以上で利用可能と。 ま帰りもまたイスタンブル経由するんですけど、そうそう、このラウンジね、世界一豪華なラウンジっていうのを見て、それ確かめたくて、実はわざわざね、イスタンブル経由にしたんですけど、帰りもね、行くんで、今回はもう、勝手は分かったんで、食べ物、飲み物はえあまり期待せず、この個室とね、さっさとシャワーブースを予約して、シミュレーションゴルフをやろうかななんていうふうに思ってます。で、こういった旅行ね、え、ー もう輸出してカード使って仕入れして、えー、ということをすれば無料で旅行できますし、まあ、無料で旅行うんぬん以前の前にね、えー、日本で普通に稼ぐよりは今輸出ビジネスやった方が全然儲かりますんでね本業が楽しくてたまらないとね、えー、もう一生この仕事やっていくというふうに決めてる人以外はなんか副業やった方がいいですで大体今ね副業やったことないっていう人のが少数派ですからでどうせやるなら儲かる副業ということで今 一番何で稼ごうかなというようなね、ことを考える人にお勧めできるのは、オーストラリアアマゾン室です。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押して、オーストラリアアマゾン室情報をチェックしてください。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。